パコロペスコとフランシスコ・ホセロペス・フェルナンデスは、スペイン・バレンシア県、シジャ出身の元サッカー選手、現サッカー指導者、レバンテ・ UD などで監督を務めた。ユース時代をバレンシア CF で過ごし、1985から86、シーズンに B チームにあたるバレンシア CF メスタージャで、プロデビュー。選手時代は、多くのチームを渡り歩いたものの、大半は、 セグンダ・ディビジオン、テルセーラ・ディビジオンといった株リーグでプレー。2002年に34歳で引退。指導者に転向した。2004年に、ビジャレ・アル・ CF の C チームの監督に就任し、監督業を開始。以降、CD ・アルコヤーノや FC ・カルタヘ・ナなどの株リーグの監督を務める。2017年6月22日、レバンテ・ UD の B チームの監督に就任。 翌年3月4日、フアン・ラモンド・ロペス・ムニス監督会議を受け、トップチームの監督に昇格。就任第一戦となった10日のヘタフェ CF 戦を1から0で勝利すると、チームは波に乗り、5月13日の FC、バルセロナ戦では、それまで2017から18シーズン無敗を誇っていたバルサに対し、エマニュエル・ボアテングのハットトリックの活躍などで5から4で勝利するなど、 就任後8勝1分1敗の快進撃で危機を乗り切り、プリメーラディビシオン残留に導いた。その後も各シーズン通して安定した成績を残し、2019から20シーズンはバルセロナとレアルマドリードにホームゲームで勝利。さらに2020から21シーズンはアトレティコマドリードとレアルマドリードを敵地で下すという離れ技をやってのけた。しかし、 2021から22シーズンは開幕から未勝利が続き、2021年10月2日の RCD マヨルカ戦のハーフタイムでは相手選手のパブロ・マフェオから5 2日で首になるんだろうと侮辱されるほど不調にあえぎ、実際に翌日解任された。ありがとうございます。